作図とか絵画ってものにやっぱり法則があって技法があってメソッドがあって正しいものがあるっていう、なんかみんな思ってたんじゃないかなと思うんですよね。でも我々の世界としてはそういうふうにさっき言ってみたように辻褄を合わせるっていうのが普通のことなので全然ないんです、正しさなんてものは。例えばナルトとかの魚眼パースってのありますよね。ナルトの岸本さんなんかこう魚眼パ構図っていうので、あれ全然パースとか撮ってないって言ってましたよ。一発書きでやってるって言ってましたけど、雰囲気でやってる、なんとなく魚眼っぽくなるように書いてるとか言ってましたけど、なんかメソッドがあるわけじゃないんですよね。そう見えるように書くっていうふうにしてるので、それ我々の主観とかっていうものが必ずしも無視されてきたわけじゃないよっていうことで、いい例かなと思います。